フォルクスワーゲン k 七十は NSU によって開発され、フォルクスワーゲンによって九百七十年から九百七十四年まで生産、販売された乗用車で、VW の乗用車としては初めて、水冷フロントエンジンレイアウトが採用された。k 七十は、もともと NSU が同社のロータリーエンジン搭載の高級車ロー八十のレシプロエンジン版として計画したもので、 K70 の K はドイツ語のコールベン70は当初計画された最高出力 70PS の意味であった。スタイリングはロー80に順じているが、やや角張った衣装に変更されている。1969年、K70 が NSU によってまさに発表されようとしたとき、NSU は VW に買収され、1964年に、 VW 参加に入っていたアウディと統合されることになった。VW は当時、前年にデビューしたが不評であった VW411 を保管するファミリーサルーンを緊急に必要としていたので、モダンなスタイリングと現代的な FWD レイアウトを持つ NSUK70 をあまりにも強すぎるタイプ1のイメージから脱却する戦略の一つとして、 VW ブランドで生産化することを決定した。1970年7月に発売された K70 は、スクエアなスタイリングによる良好な居住性、広い視界、はるかにパワフルなロー80と同一のサスペンションを持つ、当時の水準を超える車に仕上がっていた。水冷直列4気筒エンジンは、当初 1605cc のみで 75PS。 5200rpm と 90ps、5200rpm の2種のチューンがあり、前社はノーマルの K72、後社はデラックス版の K70 リットルに搭載された。1972年モデルからは、当初の角型2等式から丸型4等式ヘッドライトに変更され、翌1973年8月には 1807cc100ps の K70S も追加された。しかしロータリーエンジンの信頼性不足で、商業的には失敗作となったロー80の兄弟車というマイナスイメージもあって、販売は伸び悩み、1975年にはパサートに後を譲る形で生産が終了した。5年間の生産台数は21万82台。日本にも当時の輸入代理店にアナセを通じ、 1972年から1973年に輸入された。ありがとうございます。